んに今日どこ泊まるんですかって聞いたら、ナポリタンホテルって言ってました。デヴィ夫人に初めて会った時に、カナちゃんデヴィ夫人のおっぱいむぎゅって掴んで、あら本物って言ってました。あなたの顔って横から見ると扁平足ねって言ってました。みんなで松葉ガニ尽くしを食べてたんですけど、松葉崩しって言ってました。わそういえば、パリとロスって近いって聞かれたことありますね。マネーロンダリングって言葉覚えたらしくて、マネーロンドンって何度も言ってました。シンガポールの旅行の時に足が痛いっていうことで車椅子に乗ってたんですけど、もう仕方が悪いって、ある人のことを怒ってました。狂牛病のことを巨乳病って言ってました。あなた男気あるわねって。段階の世代を段根の世代って言ってました。アガリスクのことをアガクリトリ